ではその仙台のスタメン見ていきます。前節の長崎戦からは1人を入れ替えました。ゴールキーパーは林、最終ラインは右から高田、小出、姿、石尾、中盤の底に工藤葵と長澤、右サイドに小内優ジョージ、左サイドに相良、前線は中島とエロンの配置です。対する水戸ホーリーホックスタメンです。前節の甲府戦からこちらも1人を入れ替えています。ゴールキーパーは松原、最終ライン右から大崎、牛澤、山田、石井、中盤の底に長尾と永井、右サイドに高田、左サイドに野瀬、トップ下に落合が入り、ワントップには安藤ということになります。長尾、ここから狙ってきました。ボール落ちてシュートで来る、こぼれ球、落合がシュートを放ちましたが林が対応しました。高田がここで中島に入れる、中島左足のシュート、一本シュートを放ってきました。ベガルタ仙台です。中島選手の立ち位置がいいですよね。あそこにいることによってプレッシャーを逃がせてあげるという、はい、そういったプレーではできてますね。お、ここで小内優が奪う、中に入れる、キーパー対応しました。いい位置で小内優、ジョージが奪いました。今その高い位置、中央の方にこの高田がいました。今高田が追い抜きます。長澤、今度はまた逆に持っていきます。あ、一気に前に行った。こういうボールですよね。裏を取った。エロンの左足。ここはキーパー松原がファインセーブを見せました。連続でのシュートを浴びる形でしたが、中に3人いる。1人かわして工藤、クロスを入れます。ヘッドで落として、そして豪華がシュート。ここもキーパー正面でした。よく弾いた。もう一度クロスを入れる。ここは接触がありました。キーパーしっかりとキャッチしています。小出に対して寺沼がかなりプレスをかけていました。相良空いてますね。逆相良、中島から、そして菅原、右足のシュートはポストのわずかに左でした。ただ途中出場のこの菅原がシュートをまた放ってきました。まあ、水戸がやっぱりこの時間帯から少しね、間延びしてきたというか。長いボールを入れます。おっと、スラッシュ、林が片手で対応しました。高い位置から強度のある守備でボールを奪う、そのどちらも同じ形を標榜しますが、裏を取る、相良、ふわっとしたシュートが決まった。相良今シーズン2ゴール目。ベガルタ仙台のホーム開幕戦でもこの相良が先制ゴールを決めました。まあ、これ小出選手がやっぱ斜めのくさびですよね。少し水戸のボランチの選手の脇のところが空いてきたところで、まあ、前線から落ちてきた豪華選手をよく見てましたし、まあ、その前から右から左の相良選手というところのパスが出た中で完全に裏を取りましたね。まあ、あとはこのループシュートの精度ですね。水戸としては前節は2点先制をされたところでその久保のスーパーゴールがありました。その久保シュートに行く、寺沼のシュート、これも仙台の選手に当たっていました。コーナーキックです。時計を今主審が見ました。さあラストチャンスか。新井が中に入れる、いい位置だ、こぼれてクリアします。ただまだ高い位置、この位置で持つ、新井から最後こぼれてやりました。ボールはコーナーキックです。もう一度キーパーの松原も上がってきます。ホームのサポーターの大声援が響きます。中央入れる、弾く、そして今長い笛。ホーム開幕戦ベガルタ仙台が1対0で勝利を収めました。苦しい時間最後逃げ切りました。今シーズン初めてのクリーンシート。
新たな手応えを得たベガルタ仙台、ホーム開幕戦勝ち点3を獲得です。